どうだったんですか、キョンキョン、キョンキョンをやるっていう。小泉さんがもうかつてのアイドルだったっていうことはもう知っていたので、すごいびっくりしました。どうですか、キョンキョン、なんか優しい言葉言ってくれたりするんですか。あの小泉さんと衣装部屋で会った時に、あの周りの人からすごく好評なんだよ、ありがとうって言ってくれて、もうすごい感動しちゃって、そんな小泉さんから直接お礼をいただけると思わなくて、もうそれがすごいもうジーってきました。かわいいいいですね、まだ二十歳ぐらいいいですよね。一緒の現場ですもんね。一緒の現場です。古田さん、ちなみにもう僕らもう見てると This is 秋元さんじゃないですか、太巻きが、だからこう見てると時たま、うわこれな、誰か情報入れてんのかなと思うぐらい。いや全然、あれはどういう、なんか台本なんか細かくと書きとか入ってさ、こういうポーズとか。いやなんかそれはあの監督と、あの衣装合わせした時に、なんか印象深いあの最初の登場がですね、パソコン画面で出てくるっていうんで、上半身だけを使った何か印象的なポーズを作りましょうっていうんで、でとりあえずじゃあこうしてみようかな僕的にはこれマスタープなんで、はい、トレインスポッティングなんですけどね僕的にはトレインスポッティングの真似をしていたつもりだったんですけど、後で聞いたらなんかその秋元さんもそういう腕の組み方をするみたいなことを言われて、撮影的にはもう終わってる。もう終わってます。はい、終わってます。この間打ち上げだった。はい、打ち上げどうだったんですか。盛り上がった。打ち上げ盛り上がりましたね。あら、キョンキョン歌ったんですか、潮騒のメロディーとか。歌いました。あ、歌ったんですか。はい、でキョンキョンがファンですって呼んでくれなかったっす。何って電話にでもくれたら関係ないか俺らは全然キョンキョン歌いの、アキちゃんが続いて歌いの、最後なぜか渡辺恵里さんで締めましたね。渡辺さん何歌うんですか。あ、詳細のメモリー、はいはい、一番いいところ、はい、最後好きよ嫌いよあたりところ。そうです